大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ、今回はカナビデスマッチ次期挑戦者決定リーグ戦ですね。8名のレスラーが参加して、チャンピオンであるマンモス佐々木に、立ち向かうじゃないですね、挑戦するということですね。で、今日はもう早速いきましょうかね。今ディック・マードックと石川修司が並んでるという状態ですね。今日お届けする試合は、ケンソー対ヘッドハンター A ですね。これですね。はい、じゃあ試合開始です。星取り表でいくと、右の、坊主頭がヘッドハンター A ですね。で、黒いタイツを着ているのがケンソーです。で、現在ケンソーが2点、ヘッドハンターがまだ0点ということですね。1勝しているケンソーの方がちょっとリードはしてますが、そうですね、ヘッドハンターとしては、そういえばすいません、昨日上げた動画を、最初冒頭だけチェック、ちゃんと声が入ってるかなとかっていうチェックをして、で、まあいけるだろうということで、全て全部の時間をチェックせずに、YouTube に公開したが、最後のちょうど、ヘッドハンターが決まる試合が負け試合ですけどね、ヘッドハンターが負けるっていう時に、動画が止まってしまうんですよね。で、動画止まってそのまま僕のこの実況というか音声だけがずっと続いている状態で、A は止まってしまって、そのまま最後まで行ってしまうという事態が生まれました。チェックをちゃんとできてなかったのですが、本当に申し訳ないと思います。まあね、本来なら、全部ちゃんと見返せばいいんですけども、そこまでするちょっと時間がなかって、今もないんですけど。でね、また余談になって申し訳ないんですけど、で、今これ今日、撮ってる動画2本目なんですよ。もう1本先に上げたやつがあるはずなんですけど、でそれも同じように撮って、で昨日みたいなことがあったらダメだからと思ってちょっと見返したんですね、それはね。でそしたら最初は普通にスタートしてたんで、あ、これでいけるいけると思って、でやったんですけど、でも待てよと、最初だけチェックしてまた起こしかったらあかんからと思って、なんていうんですか、シークバーっていうんですか、こう先にちょっと行くっていうような操作をして、真ん中ぐらいでちゃんとできてるかなと思って見たら、そこがね、音声が録音されてなかったんですよ。なんでかわからない。で、今度逆に、A は動いてるんですね。で、ファイプロの音も切れてるんですよね。だから多分その録画してるソフト、ロイロゲームレコーダーっていうソフトがただなんで、フリーソフトなんで文句は言えないんですけど、なんかあったんでしょうね。で、どうしようかなと思ったんですけど、全くこう、なんていうんですかね、こうレスラーのこう動いた後の時の音とか、何も効果音も全然録音されてない状態だったんで、でそれは、ちょうどセーブデータがまだ残ってたんで撮り直ししたんですよね。なんか呪いがかかってんのかなと。でそのヘッドハンターも、ヘッドハンターが負けたことに腹いせで、そういう操作が行われたんじゃないかとか、怨念的なものじゃないかっていうコメントを昨日ちょっとちょこちょこさせてもらって、ファイプロごとデータ消えてたら、ファイプロのデータごと消えてたらもうこれは最悪やなって思ってたんですけど、それに近いとまでは言いませんけど、ちょっと怖いなと思いながら、で撮り直しをして一回確認したら、いけてました。さあ、この問題はこの試合ですよね。ヘッドハンターが出場した試合で、この試合の動画も消えてたら、これはもう完全にお祓いをしないといけないということになるんですけどね。まあまあ、そんなこと言ってたらね、全然関係ない話をちょっとしていいですかね。この間、ご存知の方多いと思いますけど、たくさんの方が、亡くなられた事件じゃなくて殺人事件がありましたよね。9人の方が、見つかったっていうのが毎日ニュースに出てますけどもね、あれですよね、もし本当になんか恨みつらみがあって、お化けが出るなら、あの部屋めちゃめちゃお化け出ますよね。
だから多分そういうのはいないんだろうなと思ったりもするんですけども、どうなんでしょうね。よく、何でしたっけ、僕そういうのが意外と好きで、あ、反対頑張ってますね。住みます芸人っておられるんですよね。松井さんでしたっけ、松尾さんでしたっけね。あの方ぜひ住んでもらいたいなと思うんですけども、さあ試合に集中しましょう。またそんなこと言ってたら変なことになりますね。あっと頑張ってますね。ヘッドハンター A としてはこれ、初の白星をなんとか飾りたいところでしょう。さあエルボーからのフォール。さあ試合時間は間もなく10分。喧騒もこれで負けてしまうと何敗目や、3敗目か2敗目かになるんですかね。3敗目ってなるとちょっと厳しいということになりますね。さあ喧騒が持ち上げた、ああいいですね、垂直落下ブレンバスター。まあ、こだわりとしてはこのでっかい130キロぐらいあるヘッドハンター A を軽々と持ち上げることは難しいなと思うんですけども、さあギロチンドロップ。さあもう一度いくか、ここでギロチン、いやーいかない、さすがに。さあしかし喧騒も STO で返していきます。さあバックを取って、これはヘッドハンター A が返しましたね。ヘッドハンター A やっぱり登るのがちょっと遅いんですよね。さあムーンサルトは見たいですけどね。さあどうなる、喧騒がちょっと今なかなか起き上がれない状態。キャメルクラッチにヘッドハンターが捕まえましたが、これはなんとか逃げました。ああいいですね、噛みつき。これで流血をすればヘッドハンター A にもかなり、あっと流血しましたね。いやーこのうまいこといきました、うまいこといったというのはですね、さあロープに投げて、おっとこれは喧騒がだいぶ倒れ込んでのボディープレス。さあどうだ、これはカウントが入る。あーっとあっさり決まってしまった。いやーヘッドハンター A せっかく流血させることまで成功したんですけども、喧騒が、セカンドロープからの倒れ込み圧殺でジャイアントプレスですね、試合時間12分38秒ジャイアントプレスにより喧騒が、ヘッドハンター A を下した試合でした。試合評価は 98%。 いやーヘッドハンター A まだ勝つことができませんね。ハンターが喧騒がこれで、2勝して4点ということですね。はい、じゃあこれで、ヘッドハンター A はこれで4敗目ということですね。ちょっとこれはもう厳しいでしょうね。はい、では次の試合いきましょうか。じゃあ1位これですね。次はリック・マードックが高野俊二ですね。高野俊二は現在4点ですから、どうなるでしょう、ちょっと面白いですね。高野瞬時対リック・マードック、では試合開始です。さあトップをひた走る、今右側の金髪がリック・マードックですね。で左側が高野瞬時です。高野瞬時は今現在2勝して4点ですから、これに勝てばリック・マードック並ぶということですね。だからこれで勝ったら、高野瞬時が勝ったらリック・マードックに並んで石川修司と、三つどもえになると、3勝ずつで。だからリック・マードックとしてはここで高野俊二に勝てば、4連勝4勝ということで負けなしですよね。8点で、完全に有利ですね。7戦しますから星取り表で言ったら、もうこれ勝ち越しは決定ということになるわけですが、さあどうなるでしょうね。ディック・マードックは蹴る殴るから入って、で相手を投げてダメージ与えてから脇固めという独特のコースがありますからね。ただねリック・マードックのねカーフブランディングはなかなかやっぱり見れないんですよね。これはまだちょっとなんでしょうね、あんまり連発するのもあれですけどね。まあ、リック・マードックとしては、まあ、勝てればいいわというところでしょうか。さあ逆に高野俊二は今まで2勝してますから、そんなに弱いわけじゃないんですけどね。相手が喧騒と武田、あそうか、今そんなに強い相手じゃない相手に勝ってるという状態ですかね。さあ試合時間は3分ですが、
まだお互いそれほど、ダメージの差はないでしょう。いいですね。高野俊二は今剣僧と武田に勝ってるということですから、ここで勝ったらまだわからないというところですかね。さあ、このディクマドックに誰をストップがかけれるかというところもありますから、今後ディクマドックは面白いですよね。ただ今日はディクマドックの試合はこれしかないんですよね。なのでディクマドックとしては、まあ狙われる立場になったというわけですよね。さあ、首4の字でじわじわ攻めていきますが、お互い一点集中、でもディクマドックはどちらかといったら脇固め、腕に一点集中していきますからね。いいですね。やっぱり背が大きいってすごいな。格闘技全般に言えることですけど、背が高い、レスラー、背が高い人、人材ですよね、言ったらね。背が高い人ってなかなかレスラー、プロレスには来てくれる人少ないですからね。なんか昔は多かったんですけどね。背が低い人はたくさんいるんですよね、プロレスラーで。なりたい人もたくさんいるんですけどね。身長だけはどうしようもないですもんね。体は作ってこう大きくすることは、やれないことはないんでしょうけど、やっぱり身長が大きい方が見栄えはしますもんね。まあ、そう考えたら、まあ、今新日で頑張ってる、石井選手なんてね、身長低いんですけど頑張ってるから、あんまりそんなこと言っちゃダメなんでしょうけどね。そう考えたらやっぱ岡田和親ってすごいですよね。191ですからね。まあもちろん、身長が高くてもダメな人もいますからね。岡田はなんでプロレスをやりたかったんでしょうね。もともと違うスポーツしてからプロレスに行ってるんだったらあれなんですけど、まあ、陸上かなんかやってたんですかね。あんまり岡田に興味がないんで調べるまではいかないですけども、まあ、そんなこと言っちゃ失礼なんですけどね。さあ、ディクマとか今細かいですけどね、あれ腕を踏みつけてるんですね、脇固めへの布石ということなんですよね、実は、ね。さあ、しかし高野俊二も垂直落下ブレンバスターで、攻めていきますね。さあ、パイルドライバーいいですね。パイルドライバーってやっぱりいい技ですよね。さあ、脇固めいきました。さあ、ディック・マードックとしてはこの脇固めでどんどん攻めていきたいところです。いいですね。さあ、どうなる。おお、 2.9。 あの技なかなか最近見ることは、やるレスラーは少ないでしょうね。ダブルアームからの、スープレックスのホールドですからね。さあ、腕を踏みつけて地味に腕にダメージを与えていきますが、高野俊二もこれぐらいでは、参らないでしょうね。さあ、投げていって、いいですね、このエルボーへの流れるような動き。タックルはかわされましたね。さあ、ゼロ戦キックラッシュですね、これはね。ちゃんと覚えましたよ。最後のやつがゼロ戦キックなんですよね。さあ、高野俊二飛んで膝、ここ2発目ですよね。ディクマドックも返しますね。やっぱり流れをなかなか渡さないですね、ディクマドック。さあ、カバーどうだ。これはまだいかないでしょう。カウント 2.9 ですね。さあ、ディックマードックとしてはここから脇固めラッシュに行くでしょう。いいですね。丁寧に相手を転がしてからでもちゃんと行きます。さあ、試合時間は11分に間もなくなろうとしています。しかし高野俊二の蹴りでディックマードックが倒れるようになってきましたから、ディックマードックもそこそこのダメージがあるでしょう。ダブルアームスープレックスに行きたかったところは、これはディックマードックは返しました。そしていいですね、これロープレイクにならないんですよね、この距離だとね。なかなかこれはディック・マードックパターンにはまってきたでしょう。こうなるともう脇固め一本槍でいきます。しかし高野俊二はこれをなんとかかいくぐって逃れたいところだが、さあ、ドロップキック、いいですね。この高い身長で高い打点のドロップキック、高い打点のドロップキックだけでいいんですけどね、あそこでくるって回るのはやめてもらえないですかね。さあ、ミドルキックがディクマード君ドテッパラに決まりましたが、これは今これ多分ね、ドロップキックに行きたかったんだと思うんですけども、ちょっと距離を見余りましたね。さあ、高野俊二が
これはもしかするともしかするという状態ですね。これで高野俊二が勝てばディック・マードックに並びますからね。あっとこれは今円錐切りでしたね。今ちょっとメモに目を取られて、あーっとドロップキックで返します。さあディック・マードックちょっと苦しくなってきましたね。あー、ドロップキック連発ですね。いいですね。ちょっと今熱くなってきましたね。さあディック・マードックが技を返したいところですが、なかなかそうさせて、いや、なんかこれデジャブですね。さっきと同じような展開を見てるのは僕だけでしょうか。さあディック・マードックが技を取りに行こうとしたんですけども、できない。おーっとブレインバスター、これ初めですね、この試合。ここでこれはかなりきついでしょう。さあフォールに行った、どうだ、これは決まるか、一発で決めるのか。おー、素晴らしい。バーン、テテー、チェッチェッテテテテテ、いやー、すげえ、かっちょいい。最後もうディック・マードックブレンバスター一発ですよ。いやー、しかもブレンバスターと、アピールしてからですからね、かっちょいい。試合時間14分52秒、ブレンバスターからの体固めでディック・マードックが高野俊二を下した試合でした。試合評価は 97%。 いやー、すっげーかっこよかった今。ディック・マードックがこれですね、はい、無傷の4連勝ですね。いやー、これはちょっと一気に差がついたんではないでしょうかね。逆に高野俊二は、2勝2敗か。ここで高野俊二はちょっと厳しくなってきましたかね。ランキング表を見ておきましょう。ディック・マードックが頭一つ抜き出ましたね。高野俊二はまあまあ3番ですけど、2勝2敗。まあ、ここからでしょうね。もう負けることができなくなったというところでしょうか。はい。というわけで、あと今日は残り2試合、予定してますので、またよかったら見てください。では一旦ここでお別れにします。ではまた。